の途中の子どもたちを大地震から守ろうと、去年10月、津市にある三重大学教育学部附属小学校でタウンウォッチングが行われました。このタウンウォッチングを企画したのは、附属小学校の保護者で作る育友会の副会長、鈴木久美子さんです。もし、通学路の時に震災に遭ったらどうなるかということを想定しました場合、指導者が全くいないという時は、子どもの判断に任されますよね。そこで、保護者としてはそこを防災意識を高めていこうということで、企画したきっかけとなりました。このタウンウォッチングには津市の職員、三重防災コーディネーターも手伝いに来てくれました。出発の前にタウンウォッチングの目的と注意事項を聞き、通学路別にいくつかの班に分かれて出発です。取材させていただいた班には津市の防災対策担当主管の野田さんがついてくれました。センタートトル、センタートトル、僕は電車の端です。でもさ、これ電車も危ないんだよ。電車も危ないな、正解や。電車危ないよな、だって線路から外れちゃうもんな、揺れたら問題。橋の上では津波について話してくれました。この橋は下手すると津波でかぶってしまいます。ということは通れなくなるというような場所です。ここはですから、みんなが通学してもらうときに川の近くに行ってもらうと大変危険だということを覚えておいてください。建物の坂なんです。なるほど、ここ先、ごめん突然止まって、歩きながらでいいので聞いてください。一時避難場所という看板があります。こういう看板のあるところ、お家の周りにもありますので、よく見ておいてください。一時避難場所、避難所ではなくて避難場所という言い方が書いてあります。避難場所、避難所確認要請書。続いてが避難所です。ここが陽性小学校のグラウンドと陽性小学校の校舎と体育館。この日の参加者にタウンウォッチングの感想を聞いてみると、大きなビルなんやけど、ガラスが貼り付けてあったり、自動販売機とかがただポンと置いてあるだけで、倒れてきたら倒れてきて下敷きになったらもう助かるなんて。その津波はここからね、こう逆流してくるという話はすごく実感が湧いて非常にためになりました。何回も通ったことあったところなんですけど、改めて今日いろいろ見てみたら危険がいっぱいだったんでびっくりしました。家族の集合場所をまず最初に決めて、で自分の判断、自信を持って自分で判断して行動してほしいというふうに教えていこうかなと思います。話し合おうと思います。タウンウォッチングで街の様子を知っておけば、いざという時に大変役立ちます。皆さんもぜひタウンウォッチングを行ってみてください。